はい、こんにちは、みささぎです。こんにちは。こんにちは。2028.5 日目。お、なかなか進まない。点5、うん、そんな？うん。すいません、進まない。今日はお勉強だからね。ほう。もしかしたらね、来週もね、まだマックス準備できなかったら、8.75 とかになるかもしれないね。なるほど。だんだん刻んでいくんですね。はい、というわけでね。はい。まあ、ちょっと今回は、ゲームの方ではなく、お勉強。はい。うん。はい、では28日目のコメント紹介。魔導士の東部、9ターン攻略。頭おかしいですね、この人。何だったんですか、ね、カルテ探しました？まだこれ見たらいける。簡単簡単。さすがっす。カミラ持ってない自分にはきついけど大丈夫。もうね、全てのユニットが確定召喚に引けるから、うん、多分ね、ミゼロ見てる人は結構ね、カミラを引く人多そうだよね。あ、てか公式チャンネルでカミラめっちゃ押してるからね、うんうん、アルス使ってのゼバラ攻略以上に相手に何もさしてない。確かに、うんうん、ずっと試してたもん。そんなに、ずっと大技の準備してた。我慢してた。そんなに、うん、フェルケ、トニトライド、アミレット、定理を使って全員ステアアップ火力スフィア使ってるのに尻尾まで届かない。フレにオーンがいないのでダブルシオン、オーンの代わりにマリエッタで転換してるのがいけないのか。正解。なんでかっていうと、いや普通に殴る分にはマリエッタでもオーンでもサビアでも別に誰でもいいんですけど、うん、要はそのサビアの UBB を使った後の火力の出し方っていう点であれば、要はサビアって攻撃防御めっちゃ上げてるから、うん、要は防御から転換した方が圧倒的に強いですよね、うん、でもマリレッタの場合は回復転換だから、そのサビアの UBB ありきだった場合はマリレッタでは火力は上がらないってことですよね、うん、なので防御から火力を上げる、まあ、サビアもしくはオーンかビクターとか、うん、その辺の防御転換が必要ってことね、うん、オーンがフレンドにいないしヒット数上がるスフィアなしでは無理なんでしょうか。そうね、なんかね、意外とね、あのオーンの軽く紹介するつもりだったんですけど、うん、あのオーンを使ったことによって みんながね、いやオーンないと無理とかハゲやんハゲやんってめっすっごいね、いろんなコメントのリプ来たんで、あら、はい、でも放送中にオーンじゃなくてもって頭で言ってたような気がするんだけど、しかもアイテムも縛ってたんですけど、うん、まあ、というわけでちょっとね、はい、オーンがないと無理ってオーン貸してとかすごいいっぱい見てたんで、はい、ちょっと今回あの補足で番組の最後にオーンなし の、はい、あのお手軽攻略をしようと思います。だから別にオーンなくてもいけるよ。おおやったぜ。はい、これね、この初心者がオーンを持ってるようなフレンドとフレンドになるのが一番難しいって、まあ、だからオーン必須でしょ、この子も。はいはい。なことはない。オーン必須だっていうなんか認識ですごい伝わってるから、うん、ちょっと今回補足します。なことはないと、うん。シオンがいないです。それはちょっと。それはもう、引こう。頑張る。確定引こう、うん。バレンだけ持ってないけど、他のキャラでもいいのかな。ここに関しては、ただ、あの、全般的なんですけど、光属性はやめた方がいい。うん。要は今の仕様って、強敵に対して、本来の属性で弱点つこうとすると、つけないっていう仕様なので、今。不思議ですね。不思議ですね。そうなんですよね。なぜかね。仕様があるんで、うん。だから、相手が炎だから、水で行こうって思うと、弱点つけないんですね。不思議だな。運用ゲームの発展の歴史を、の一端を垣間見ますよね。そう。なんというわけで、だから光属性とか使うと、属性費用しても弱点つけないから、うん、それこそ火力が足りなくなるんですよね。はい、はいはい。だから、あの、クランツとかはダメですね。クランツソロスは使えない。はい。うん、だから他の、まあ、半減かな。一番いいのはね、カルデスなんですけどね。まあでもね、カルデスシーン、ね、カルデス行く人にカルデスって言うんだよ。そう。まあ別に他でも大丈夫。うん、クレリアもグラオージさんも持ってない。まあ、クレリアはまあ別にアークでもいいんですけど、リーダー枠なんで。はい。まあ、あのグラオージさんに関しては、絶対いた方がいい。てか多分、なんなら結構みんなセットしてると思うんだよね。リーダーに。そう。そうですね。うん。もし、あのグラオージさんリーダーのフレームがいなかった場合は、はい、もう投げまくろ。なんかもうノランって、村おじさんがいたら、あ、とりあえずなんか申請しよう。ほんとね、村おじさんリーダーのねフレンドがいると楽なんで。じゃあ僕もみんなのために村おじさんリーダーにしておきます。村おじさんじゃ火力足りなかったんで、リーダーダブルシオンで強化薬と硬化薬使って竜の尻尾ギリギリでした。ちなみにね、あの動画でもあの火力ラサメにダブルシオンとか、うん、まあ、途中でリーダー変えるんですけど、ダブルシオンと村おじさんシオンの違いは多分、能力で言って、数百なんですよね。うん、なんなら、ガーディアンの、あの、バレンに関しては、結構下がる、攻撃力が。で、しかも耐久も下がるし、で、あの、クリュークスフィアみたいな、HP 多いほど強いやつが、あの、ダメージの、ひらめが多くなるから、減るから、結構ね、ダブルシオンとグラオジさんシオンは、
変わらないんですよ。へー、むしろ安定感っていう面ではグラおじさんの方がいい気がする、うんうんうん、次はお勉強家ということなので質問させていただきます。あのいろいろ条件上限は具体的にどんなもんなんですかと。確かにね、うん、というわけで今回ねお勉強家の上限について言いますか。お、確かに今もうあって上限を13万から15万人とか言ってて、うん、そもそもの話13万がどうなんみたいな感じですかね、うん、はいはい、というわけで今回言うといろいろねクリティカル含めた上限についてをちょっと言いましたね。あーちょっと知りたい、勉強になりそう。あんだけ特性とかにね書いてあるけどいまいちわかんないですからね。あんまり気にしないですね、うん、実際、うん、質問なんですがアリーナの相手を選ぶときにどんな相手を選んでますか。これ多分ねここに聞いても参考にならないと思う。もはやですよね、時間がもったいないからもうとにかくすぐバトルですよね。一応ね、なんか僕のとこね、うん、人数がそもそも少なすぎて、うん、あの1位とかも当たるんですよね。はいはい、ではなんかもうポイントがもう自分の倍以上持ってるポイントの人とかも当たるから、うんうん、逆にだから検索しててよく見る名前の人は自分と近いんですよ、うんうん、でもたまにしか出てこない名前はそのめっちゃ上ランカーだから、うん、はい、ポイントがめっちゃ上なんですよ。なるほど、だからそこを選ぶ。あ、ちゃんと選んでるんだ。一応ね、モザイクちょっとサボりすぎだよ。ちなみにこの前の回かな、フレンド募集したの。うん、あ、したんだ。したんだ。そう、で、いたでしょ、確か。この前ね、はい。で、なんか30人ぐらいの募集が来てて、うん、で、10人ぐらいしか空いてないって言ったんですけど、全員承認しました。おということは、20人以上切ったんですよね。で、あの、ミゼロは多分最終的には、マックス倒したら多分放置しちゃうので、うん、要は、その環境で一番強いリーダーをセットして、うん、まあ、放置すると思うんで、カンスタの人は正直ミゼロのフレンドっていらないじゃないですか。うんうん、というわけで、カンスタ全員、問答無用で来たと思うんで。なるほど、ログインしてなかったわけではないと。うん、で、じゃあログインしてなかった方も結構いたんで、はい、その方と、明らかにミゼロみたいなアカウントのフレンドはいらないよなっていう。うん、はいはい、要はもう自力でやっていける方。なるほど、は一応まあごめんなさいっていうことで、うん、なるほど、それでね結構コメントでね切られたんですけど申し訳ないです。あなたが悪いわけではないんですと、うん、そう、あなたはもう一人でやってくるから立派なんですと、うん、むしろ立派すぎたんですと、うん、そう、この動画を見てもじゃげよーしかるで倒すぞ、まさによーしかるで倒すぞ、はい、おっしゃいましたね。思った、うんうん、ありがとうございます、すごい、はい、はい、というわけでちょっとお勉強なんですけど、はい、あのいろいろまあ上限があるからよくわかんないと、うん、でただクリティカルに関してちょっと質問があったんですけど、はい、まあ、実際ちょっとね、まあ、実際の数値的にはちょっと言えないんですけど、うん、だからそもそもなクリティカルをしたっていう、でさらにリーダースキルでクリティカルダメージを増やす、うんうん、で UBB でめっちゃいっぱい増やす、うんうん、だいたいそれぐらいで上限なんですね、はい、まあ、若干ちょっとね届かないやつもいるけど、例えばなんかダブルマックスみたいな、うん、リーダースキルでどっちもクリティカルダメージ上げるみたいな、はい、でさらに UBB でも上げる、うん、多分余裕で超えてる、うんうんうん、基本的にだから片方クリティカルリーダーで UBB 打ったらまあ超えてんだろうなって感じ、はい、それぐらいですね、はい、で、まあ、弱点とスパークに関しては今のところ見つかってないけど、ブッチーさん曰くあるっぽいことをなんかブルナまで言ってた気がする、上限が、うん、はい、でちょっと攻撃力がややこしすぎて、はい、自分の中でもまとまらないんですけど、はいはい、なんか攻撃力もそもそもの話、もともとは10万99,999で上限増やして13万で15万、はい、で上限があるんですけど、はい、うん、さらにそれとは別にその攻撃力とは別に、ほうほうほう、それを増やすための攻撃力アップっていうバフにも上限があって、うん、はい、ああなるほど、例えばこのこいつね、かわいいフワール、フワールフワールちゃん、フワールを例えば2万万パーセント増やすみたいな、2万パーセントはやばいですね、2万万パーセント、うん、2万万2億ってこと増やして増やすっていうバフがあるとします、はい、仮にね、仮に、はい、でその結果フワールの攻撃力は13万までいくのかっていう、てかまあ、はいはいはい、99,999いくのか、はい、いかないですよね、うん、だからそこのバフに上限がなんか設けられてる、なるほど、でじゃあどれぐらいの上限なのかと、それがはいはい、例えばこのフワール見えてないけどフワール、はい、これね、うん、防御500なんですよ、うん、でバグって SBB と UBB ってどっちも乗るじゃないですか、はい、乗りますね、乗りますよね、はい、乗るんですけどこのフワールの防御力500、
500ね、このバルバースが UBB を打ちますと、はい、でまあ、その前に剣落も使います、防御 50% アップします、はい、でバルバース打ちますと、かっこいい、かっこいいですね、はい、でバルバースの UBB がこの攻防回、貴族性の攻防回をすごい上げて、うん、はい、かつ普通に全員の防御力を超アップする、はい、うん、でフワール見ると3500と、はいはい、でこの状態でこのバルバースの SBB 貴族性の攻防回アップと防御アップ、はいはいはい、使うと本来なら乗るはず、本来であれば結構増えるはずですね、うん、そうですね、なんですけどこのフワールの3500という防御力、はい、どうなったか変わらないって、はあ、そもそもの話バフにも多分載ってないっていう、なるほど、上限ってことですね、うん、バルバースの UBB は上限、バフの倍率の上限ってことですね、うん、そう、だからバルバースで SBB と UBB どっちも使っても意味ないんですよ、うん、むしろ SBB が意味なくなってる、なるほど、なんかそれぐらい結構ね低い上限なんで、はい、あとは身近なところでいくと、うん、サビアの UBB に攻防アップがある、はいはい、でシオンに攻防回アップがある SBB に、うん、プラスアイテム2種類、うん、あの堅牢薬とか、はい、あ強靭薬と、うん、あの属性のやつ炎泥石とか、うん、あれ使うと上限をちょっと超えてる、うん、だからサビアコンボもバフ的には伸びしろがないんですよね、ほとんど、なるほど、サビアの UBB だけでいってるから、はい、ただあの転換バフだけはその伸びきった後のまた別の計算なんで、うんうんうん、その後の計算だから転換はすごい乗る、うん、なるほど、だからそのカルデスの試練とかで何を強くすればいいかって言ったら攻撃力アップにはほぼほぼ上限いってるから、うん、転換の数値を上げたいんですよね、はい、要はその別計算だから、うん、と思った時の転換バフですごい人があのビクターとオーンみたいな、そう、オーンの転換だと強いっていうのが、うん、あの動画の強かったところなんですね、すごいなブレフロってというわけで、まあ、威力アップはね結構攻撃は意外とこういう簡単な上限があるのと、うん、あとはあれですね SBB とかが SBB 使った瞬間だけ攻撃力が、まあ、500% 上がるみたいな、はいはい、内部の計算上瞬時にバフが乗ってるっていう、なるほど、それ含めた攻撃力が最終的に13万だったらそれ以上は上がらないみたいな、それが上限となると、そう、だから攻撃 BB 力アップと BB はなんか打った瞬間だけ乗ってるバフみたいなイメージ、うん、なるほどね、内部的な数値はそれしか見えないけど、じゃあ仮にもうその今のこの画面の状態でバルバースの攻撃力がもう仮にもう13万いってましたと、うん、ああその場合は攻撃 BB 力アップは全く意味がない、こういうあれですね SBB 打っても、うん、いや通常攻撃と SBB が全く一緒ってことなんですね、 UBB すらも一緒、なるほど、だから、まあうん、だからサビアの UBB とかで通常攻撃バーってやるのはすげえ強いってことなんですね、そうで、ヒット数アップは要はなんか要は例えばここ13万として、はい、13万の SBB はあくまで何連攻撃だろうが13万の SBB なんですけど、はい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 、ヒット数プラス1した場合13万って攻撃が2回来るんですよね、それは強い、うん、だからサビアが要は通常攻撃ここの数値増やした通常攻撃がやばいですよね、うん、そういうことなんですね、単純に攻撃の回数が増えるから、今この瞬間初めて理解したあのすごさが強い理由前もちょっと言ったけど ね、うん、やっと分かりましたよ、まあ、難しいですよねいろいろ、うん、なるほど、とりあえずまあいろいろね上げ方には注意点があるよみたいな感じですかね、理解した、ありがとうございます、でまあねそれを踏まえた上で、はい、ちょっと軽ですよね、うん、なんかあのオーンオーン言われるとちょっともうちょっとやりやすい方法をね、うん、お届けしたいので、はい、ミササギの魂に火がついた、まあ、ミゼロ赤ではないですけど、はい、まあ、同じようなパーティーで、で、はい、もうクエリアとか持ってないですよみたいな、うん、はい、じゃあアークでいいよって、お、はい、で、あのビクターでいいよみたいな、ビクターしかもエルギフもついてないからね、で、このフェルゲとトリトライドはこのヒット数が上がるんですけど非常に取りやすいと思うので、うん、闇炎の回廊と第2部の通常クエスト周回なんで、うん、これがあると本当軽く上がるので、であとはね、はい、まあ、ラベルス、レクシーダも簡単ですね、超簡単ですね、グランガイアの最初の方だ、天気のでこのまあセクメティールと
うん、で、まあ、攻撃防御を上げて、うん、このクリューク戦記で威力を上げて頑張って取ってホテルワンストで、これね、うん、取水ね、ミゼルは取れなかったけど、うん、これもすごいんで、で、まあ、ルノレイがレーゼ、はい、というわけで、まあ、こんな感じのね、全然全然真似はしやすいと思うので、そうですね、で、まあ、フレンドに関しては、はい、まあ、グラオジさんは結構いっぱいいると思うので、きっといる、今も結構いるので、もうこの王に関しては、まあ、あのリーダースキル強化があればもう大丈夫です、うん、戦場すぐオンっていうなおじさん2人おだからこのイシュリオンだけのこの人でも OK なので、はい、でこの人とこの人になっちゃったで、あのクレリアをこのミっていう人の、ああ知ってるこの人のミ借りて、はい、これだったらすごいいけそうですね、いける、これだったら何なら確定召喚で全部揃える、まあ、グラオジさんは拾ってくる、はい、うん、アークも拾ってくる、うん、はい、では行きましょう、はい、アークノースフィアだよ、大丈夫、アーク使わないもん、あ、そっか、リーダースキルだけだ、そっかそっか、でアイテムは、まあ、武神武神堅牢強靭英雄、はい、もちろんこれ初見るの、初なんですよこれね、結構見事ですよこれ、見事ですよこれ、うん、はい、というわけでまずは第一形態、とりあえずアークはさよなら、はい、グラオジさんもさよなら、さよなら、あーもうリーダースキルしか本当使わないと、でサビはオーバードライブ、いきなり、うん、いいな、これ新鮮な反応が見れていいな楽しい、では半減と、まあ、一応 BB ダメにクレリアとか置いといてぶん殴りますと、はいはいはい、でまあだ、まあ、大体たまるでしょう、でクレリアも電池だしバレも電池だし、なるほど、いいよ、はい、で、はい、サビア打ちます、はい、早速でクレリア打ちます、はい、バレ打ちます、はい、たまたまります、電池、電池、いいね、いいね、でここであのオートの U は超えると、あのほらぶっ壊れの朝が来るから、なるほど、だから一人一人時間をかけて打っていると、はい、というわけで、まあいい感じに削って、はいはい、はい、というわけで、はい、もう準備万端で、はい、現在のバフが、まあ、6万、7万弱、7万弱、6万ちょい、はい、まあ、ちょっとエリギフないから弱いけどこいつ、うん、で、まあ、あのバレンに関しては、ね、防御力めっちゃ高いから防御転換がすごい強いですよね、ああそれでこんな高いんですね、そう、半減なのに強いんですよ、なるほど、でシオンに関してはもし HP が満タンだったらもっと強かった、うん、あのクリュークスフィアが HP オフロだから、うん、なるほど、まあ、この状態ですけど、まあ、ちょん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 っていくと、ひゅーひゅーああそうなんだ、だからもうルザとかフィーとかはいない、すごい出番なし、これ3ターン3ターン、3ターンね、こっからが本番じゃないですか、そう、こっからがね、うん、こっからね、あの雷パーティーでオートでしたけど、はい、でリーダースキルがあの火力が欲しいんで使用に変えます、で、はい、グラオジさんはあの防御転換のが強いから、これは どっちでもいい、ダブルシオンでもグラオジさんでもいいけど、うん、はい、グラオジさんの方がおすすめ、はい、でここからいけるかどうかなんですよね、はいはい、で最初から火力を上げるためにアイテムも使えますと、おー、はい、でちなみにさっきカミラ SBE でしたけど、カミラってBB のみにスパラメアップあるから、はい、本当の火力欲しかったらカミラは BB の方が強い、はい、うんうんうん、でここで、まあ、特にバフ被ってないんで、みんな適当にぶん殴って、で横だけ溜まるんでサビを打ちますと、綺麗だな今のは、うん、まあ、別にあの武神余るんで、仮にここでサビが溜まらなくても、はい、いや今この瞬間溜まったでも、うん、次武神使えばいいから、そう、なるほどね、あと別にここでサビアが溜まらない場合もあるから、はい、こういうふうにね、もう溜まらない、どうせ使うと、あれです、うまいな、でこの状況で、まあ、サビア打ちますと、はい、で UB カウンターが来るから、うん、押し切れなかったら負け、マジで、で大体まあ3攻までに行くと、お、まあ、あのシオンで火力上がってるんで結構すごいと、1万ぐらい上がってるね、そうですね、1万弱か、おこれはもうビクターの防御転換がすごいから、うん、
はい、でこれでまあ殴って尻尾を越えるかどうかですね。はい、なるほど。これ結構ギリなんですよね。これ、うん、これは超えたんですか。超えましたね。おこれ本当結構ギリなんですよね、うん、だからまあ本当なんか主帥のソフィアとか増やせばもっと軽く曲がるし、はい、あとはビクターにエルギーをつけて曲がるし、うん、はいはいはい。でもここまで来たらもう一定のダメージを与えれば大技キャンセルして、うん、はあ、大技の準備をしました。大技防がれ大技を防がれました、うん、はい、でなんか HP30% ぐらいに大技ゾーンがあるんで、はあ、そのままの勢いでいって大技の準備をします、うん、はい、サビア溜まってるんで、うん、えすごい。サビアを打ちます。カルデスの茶番に付き合ってる感じでしょ。で、あの大技の準備を解けました。そろそろでも他のバフがみんな切れてるけど、いや、まあ、今かけ直したから、うん、なるほど。今かけ直しながら大技 大技をキャンセルした。おお、ちなみに半減すら打ってないですからね。あれ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 もうあの尻尾を超えるかどうかっていうゲームだから。おお、これだったらいける気がすると思うんですよね。おーんってなりましたね。おーん、あの本当には第2形態の尻尾超えるかどうかっていう、うん、へえ、すごーい。そうでしょ、強ーい。これだったら半減いらないんだ、うん、いや、いるよ、いるよ。最初だけ最初だけ最初だけ1ターン目だけはカルデス行動するからなるほど。ただあそこでだからダブル仕様のと粘着されると事故るから、うん、はい、リアおじさんだったらまあもう大丈夫、あとはもう超えるかどうか。これ楽勝ね。まあ実行って1回2回失敗してもいいならシオンでもいいよってことだよね。まあそうね、でも別に大して軽くは変わらないから、うん、すごいな、ね、ここまで簡単になったらやるな待ってるぜ、さすがにやるな。待ってるぜ。強いて言うなら第2形態のクレリエって別にいらないから、うん、はい、まあ、じゃあまあ異常無効にする枠ではあるけど、あそこをね自分の攻撃力が高い人にしてとかだったらもうちょっと威力も上がるかなっていう、うん、このようにあれですね、うん、攻撃力の上がり方の、まあ、計算の考え方と適切なあのバフをかける組み合わせがあれば、うん、オンなんていらずにカルデスが倒せるんですよと。まあね、うん、まあ、ビクターとか、まあ、一応ビクターじゃなくてもスフィア次第ではいけるんですけど、うん、まあ、割とギリギリっていう人はああいうの使っていくといいんじゃないですかね。ぼちぼち、これはいけますね。もちろんなんで別にログとかあるからね、うん、火力が足りないことがないから通常ヒット数もアップしてるし、逆になんか最初に削りすぎちゃってああーとか、あ、ルタ来ちゃったみたいな、あーってその時はあの防御したバフならないんだ。そう、難しい。そう、なるほど、ちょうどいい具合にいかない、ちょうどいい具合に、うん、はい、というわけで今回はお勉強と、はい、カルデスのさらにお手軽バージョンかな、うんうん、来週ちょっとねマックスかどうかはちょっと分かんないです、うん、勉強かも、準備が準備でき次第、うん、はい、楽しみにしております。まだね見えてない、まだ見えてない、75になるかもしれない、点75になるかもしれない、そう、点75になるかもしれない、うん、はい、はい、でした。ではご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。バイバイ。皆さんご視聴ありがとうございまし ました。チャンネル登録がまだの方は、パソコンの方はこの辺のこの辺のこの辺の丸いやつお願いします。スマホの方は下の概要欄のチャンネル登録ボタンからお願いします。コメントの方もぜひぜひ待ってますので、どしどしお願いします。またね。またね。